生き物いっぱい動物園。東京都足立区。足立区生物園。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。秋葉原駅からスタートします。あ、新幹線がちょうど見えますね。あの山手線の内側がね結構怖いなと思って、あの地下鉄をね駆使して、秋葉原に来ました。はい、これからね日比谷線に乗って、竹の塚の方にね行きたいと思います。ちょっとね秋葉原駅で新幹線がね来たんでちょっと通ってますね。はやぶさ小町が走ってきましたね。ちょうどここなんか電気街が見えますよね。奥のね、あの高層ビルみたいなところが電気街ですね。結構いいスポットですね、ここ。日比谷線の改札口までやってきました。これからね、日比谷線に乗ります。あ、ちょうどね、TH ライナーが走ってたんですね。あの東武日比谷ライナーの略みたいですね。あ、もう、日比谷線が来た。これは、中目黒行きって書いてあるから、はい、こっちから来たね、日比谷線に乗って、北千住で直通運転で、東武線に入るみたいですね。昔の地下鉄はもっとねガタンガタンってすごい音が鳴り響いてましたけど、なんかこの新しい車両からは軽やかな音に変わってますね。すごい騒音がね低減されててラッキーですね。まもなく中岡地町です。出口は右側です。はい、日比谷線をね外側から東武が追い抜いていきますね。はい、竹の塚駅に到着しました。ちょうどね、家族は先に行っちゃって私だけちょっと撮影してそれから向かいます。ちょうどね竹の塚駅はね高架化工事をしてますね。開かずの踏切対策で高架工事をしてます。はい、竹の塚駅前に来ました。これねスマップがなんか宝塚に対抗して竹の塚っていうなんか漫才をやってた駅ですね。ここからバスでだいたい5分から10分ぐらいで西武線までね着いちゃいますね。バスに乗ると眠くなっちゃいますけど、まあ短い距離なんでね寝ちゃうと大変なことになります。綾瀬駅とかねあっちの方まで連れてかれちゃいますよ。ここっぽい、ここから入るのかな。ここから入ったら生物園ですね。生物園、はい、到着しました。中に入りましたよ。あ、なんか蝶々のステンドグラスが綺麗。あ、すごい、金魚の大浴槽っていうのが見えますね。あ、リスがいた。リス超かわいい。なんだこのもごもごした食べ方は。かわいい。
スッポンがいるみたいですね。で、あとアロワナが泳いでますね。これは何が泳いでるんだろう。もうちょっと忘れちゃったけど、子供は喜んでますね。はい、ニワトリです。コケコッコ。やばい、なんかフクロウがね、なんか私の方を見てる。なんかね、右の方に行ったり左の方に行ったりするんですけど、フクロウがこっち見てます。何なんだろう。はい、バッタですね。これ殿様バッタかな。はい、ここのね、温室は蝶々が放し飼いになってて、蝶々をね、かなり間近で観察することができますね。他にも七節がいましたよ。はい、ここに来たのはこのピラルクを見に来るためだったんですね。スト2のね、ブランカっていうやつがいて、それのステージにピラルクがね、ぶら下がってるんですよ。はい、さっきのね、リスのところに戻ってきましたよ。あ、食べすぎてもごもごしてる。食べすぎたな、これは。食べすぎたに違いないぞ。もご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 ってしてるもん。次はね、これ何がいるかっていうと、トカゲがいました。で、あ、逃げた。室内の蝶々のね、ステンドグラスのところに戻ってきました。これね、2階のお土産売り場のところで撮影したらこんな感じで撮れましたね。カメラもね、ちょっと違うんですけどね。さあ、もう帰りましょう。で、帰りはね、デニーズでご飯を食べていきます。セブンイレブンとデニーズでね、キャンペーンしてるんですね。なんで、セブンイレブンのね、コーヒーマシンが置いてあって飲み放題になってました。なんで私はね、セブンイレブンのコーヒー普段飲んでるんで、ここぞとばかりに飲み放題で飲みまくりです。飲みまくりましたよ。デザートもね、頼んじゃいました。そのぐらい飲んでます。さあ、セブンのね、コーヒーもいっぱい飲んだことで、竹の塚駅から帰りたいと思います。ちょうどね、地上の映像ですね。まあ、そのうちね、高架化されますんでね、これ貴重な映像になると思います。で、赤い電車はね、何かというと東武スカイツリーラインの東武線のね、車両だったんですね。こちらもなんか日比谷線っぽくね、なんか側面の上に赤いちょっと余分に色がついてますね。この電車は止まる位置をちょっと手前過ぎたのか、ゆっくり進んで停止していきますね。素人の私が言うのもなんなんですけど、まあ私が運転してるみたいな。そんな感じの、ほら、すごい手前で止まっちゃったけど、実は奥だったっていう感じの止まり方してますね。はい、秋葉原駅に到着しました。ちょうどね、恋するフォーチュンクッキーが発車メロディーになってるみたいで、なんか秋葉原らしいですね。で、あと日比谷線のね、発車メロディーが結構かっこいいですね。すごい音もね、なんか 3D サラウンドみたいな音がして、なんか聞き応えがありますね。ちょうどね、反対側から来る電車が来た時に恋するフォーチュンクッキーの音が鳴ると思います。思ってたより短かったですけど、はい、フォーチュンクッキー聞こえましたね。はい、ということでね、今日は足立区の生物園に行ってきました。まあ、それとね、東武線にも乗れて、あと日比谷線も乗れてね、楽しかったですね。はい、いかがだったでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。